次に空本誠貴君。はい、以上。日本維新の会の空本誠貴でございます。よろしくお願いいたします。まず冒頭、ウクライナ情勢に関しまして、ウクライナの一日も早い平和と安穏を願うとともに、そしてロシア軍の一刻も早い撤退を要求しまして、質問に入らせていただきます。本日は豪雪対策、そして南海トラフ対策、さらにはウクライナ情勢に関して原子力発電所へのミサイル、この攻撃に対する対策についてお聞きいたします。よろしくお願いいたします。まず豪雪対策でございます。お手元に資料をお配りをしております。まず1枚目の資料でございます。私、もともと学生時代からスキーをしておりまして、トレーニングのために、野沢温泉村とか豪雪地帯といわれる地域で居候等をしておりまして、居候の時にですね、屋根に登って雪下ろしをする、若く鍛えておりましたけれども、その時本当に重労働大変でございました。そして屋根からいつ落ちてもおかしくないような危険な状況、そういったものも経験しております。毎年毎年雪下ろしをしました。また、そういう地域に、毎週末、社会人になってもですね、車を走らせて、また例えば、東京横浜から関越道を使って越後湯沢、そして津南、栄村、野沢温泉、志賀高原などに、4WD でありましたけれども走り抜け、大雪が降っている最中も、何回も何回も、走っております。雪国の方々以上にですね、危険な目もあったことございます。そういった意味で、今ですね、この資料にございますけれども、今年もですね、大変大雪でありまして、新潟県の魚沼地区、配布資料のとおりですね、雪下ろしの事故が多発しています。落下した時期、さらには、水路への転落、これもですね、野沢温泉の中でいますと水路細くて、そこに人が落ちてしまえばすぐ死に直結する。また、除雪機の巻き込み事故で、高齢者の方々は結構ヒートショックで亡くなるという方もいらっしゃるそうでございます。そういった方々、高齢化が進む中で豪雪地帯はあり、中山間地域でもあります。自治体等は資金対策とかいろんな対策を打っていると、また国も、そういう支援をしているという聞いておりますけれども、政府は現在どのような対策を講じていらっしゃるのか、二之湯大臣から、まずお願いいたします。二之湯大臣。委員ご指摘のとおりですね、我が国では雪下ろし等の除雪作業中における事故がですね、特に、高齢者を中心にして毎年、多数発生しております。で、今年もですね、71人ものですね、尊い命が亡くなったわけでございます。高齢化が進む行く国においてですね、これらの事故を、防止することは非常に重要な課題であると、考えておるわけでございます。そのためですね、内閣府では、中央防災会議の議長であります内閣総理大臣から、都道府県などへ毎年発出する通知やですね、市町村の職員に向けたコース対応の手引きなどを通じて、作業時にはですね、家族、近所へ声をかけることやですね、複数の人で除雪作業をすることなどのことをですね、注意喚起するとともに、雪下ろし作業の困難な高齢者等を支援するために、ボランティア団体等と連携した除雪ボランティアの受け入れ体制の整備等を進めるよう、自治体にですね、強く求めているところであります。また国土交通省におきましても、豪雪地帯を対象とした新たな交付金制度を創設しまして、高齢者世帯の、屋根の雪下ろし等への支援を行うこととしております。今後とも現場の実態をしっかりと踏まえながら、関係省庁や自治体と連携し、雪下ろし等による事故防止対策に全力で取り組んでまいりたいと思っております。委員長。園本誠貴君。はい、現場支部でぜひお願いします。また、コメントもう少しあるんですが、次に移らせていただきます。次に大雪時にですね、
車両等がですね、滞留してしまって、また、物流が遅れてしまう大雪対策として、基幹道路、こういったものが、封鎖されてしまうことが多々ございます。その場合、どのような今後、対策を取ろうとしているか、国土交通省の方からご説明をお願いします。森山道路局長。お答えいたします。大雪地におきまして、道路が長期間通行止めになりますと、社会経済活動に多大な影響を及ぼすことから、その影響を最小化するため、物流等を担う幹線道路ネットワークを強化することが重要であると考えております。例えば大雪地には高比較道路のうち4車線区間でありますとか、付加車線が整備されております区間におきましては、立ち往生が発生した場合でも通行止めをしないで残る車線を活用した交通の確保ができるといった事例や、大規模な車両の滞留が発生した場合におきましても、反対側の車線を活用して速やかに車両を廃止することができるといったことが可能となってまいります。また並行する国道が整備されていて、いわゆるダブルネットワーク化がされている区間におきましては、一方が雪で通行止めになっても大きな迂回のない交通の確保も可能となってまいります。一方で令和2年12月に閣議決定されました防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策におきまして、高比較道路の暫定2車線区間の4車線化、また高比較道路と直轄国土のダブルネットワーク化などによる道路ネットワークの機能強化対策が位置づけられております。このうち高速道路の4車線化の事業区間の選定に際しては、ネットワークの代替性確保の観点から雪による立ち往生の可能性が高い区間も考慮して選定をしているところでございます。国土交通省としましては、5カ年加速化対策の予算等も活用しながら、大雪にも対応する幹線道路ネットワークの機能強化を推進してまいりたいと考えております。はい、園本誠貴君。はい、道路が渋滞しますと、また物流を止まるだけではなくて生活が滞ってしまいます。そういった対策しっかりとお願いしていただきたいと思います。本当はもっともっと言いたいことございますが、次に移らせていただきます。次に南海トラフの地震に対して、お聞きします。太平洋沿岸ではやはり津波対策等を含めてですね、意識がすごく高いと思います。しかしながら瀬戸内海、あまり意識がされていないのではないかなというふうに感じております。私自身も瀬戸内海で生まれた人間でございまして、南海トラフといってもちょっとピンとこないというところございます。しかしながら、自治体、国の指導をもとにですね、ハザードマップなど作られていらっしゃいまして、お配りの資料の2枚目でございます。2枚目にこれは広島市の中心部における被害マップを、示しておりますが、南海トラフ、規模は一応ある想定でございますけれども、広島市内でも3メーター以上の浸水があるということでございます。これを見て私もびっくりしたんですけれども、こんなに浸かるのかと。で、島しょ部であればもっともっと浸かるであろうというふうに考えております。そういった中で瀬戸内海での対策といいますか、そういった意味で被害状況をまずどのように内閣府として、捉えていらっしゃいますか。お願いいたします。榊政策統括官。お答え申し上げます。南海トラフ地震の被害想定につきましては、平成24年度に当時の最新の科学的知見に基づき作成をしており、最悪のケースにおける全国での被害は死者数32万3000人、建物の全壊棟数約238万6000棟になると推計をしております。このうち津波による被害でございますが、死者数約23万人、建物の全壊棟数約15万4千棟となっており、津波によって広域かつ甚大な被害が想定されているところでございます。委員お尋ねの瀬戸内海沿岸の広島県、岡山県など9つの府県における津波による被害について申し上げますと、死者数約1万3千人、これは津波による被害全体の約 5.7%、それから建物の全壊棟数約4万2000棟、これは同じく全体の約 27.3% になると推計をしております。
はい、以上。その本正規君、すごく興味深い数値でありまして、人の人、被害というのは逆に、5%、6% 程度、建物は 25% を超えるというような数値と今お聞きしました。まあ、人は早く一応事務方の方からお聞きしましたら、逃げるのに約2時間ぐらいの余裕があるであろうということをお聞きしました。だから逃げ切れるんじゃないかなという話で聞いてますが、市街地でもやはりそういったことが起きれば交通渋滞じゃないですが車の大渋滞が発生したりします。そういった意味で、どういう被害が出るかもう少ししっかりと吟味をいただきたいな。で、特に、大臣におかれましては南海トラフ地震級におきまして の緊急災害対策本部の実質的な責任者副本部長であります。やはり太平洋側も大事でありますが瀬戸内海側もしっかりと見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そこで最後に二度大臣の方からご見解といいますか、どういうのに取り組みされていらっしゃるか、取り組みをするか、お願いいたします。二之湯大臣。南海トラフ地震につきましてはですね、今後30年以内に、70% から 80% 以内で発生すると、予想されているわけでございます。ひとたび発生した場合にはですね、太平洋沿岸だけじゃなくて、瀬戸内海沿岸にもですね、非常に大きな被害がもたされるのではないかと、このように思っておりまして、その対策は非常に極めて、非常に重要であると、このように思っております。このためですね、国においては、地震防災対策を推進するための基本計画を作成し、想定される最大の死者数をおおむね8割減少させるなどですね、定量的な減災目標を設定するとともにですね、目標を達成するための実現方策を定め、今現在これを推進しているところでございます。また関係する自治体におきましてはですね、国の基本計画を踏まえて推進計画を作成して、津波ハザードマップの作成、あるいは避難路、避難施設の整備、あるいは防災教育は避難訓練による住民意識の向上などさまざまな津波対策を進めておりましてですね、国としても支援に努めているところでございます。津波による被害を減らすためには住民のですね、避難意識を高め早期避難を促すことが重要であり、今後ともですね、瀬戸内海沿岸も含む自治体等との緊密に連携をしながらですね、南海トラフ地震対策に全力で取り組んでまいりたいと思っております。以上。空本誠貴君。ぜひ全国何が起きるかございません、分かりません。そういった意味で、緊張感を持って、自治体への指導、またいろいろさまざまな、助言とお願いしたいと思います。続いて原子力発電所へのミサイル攻撃、今ウクライナ情勢でそういった話題が広く、取り上げられております。そこで、まず核兵器と核共有について議論をさせていただきたいと思います。お配りの資料の3枚目でございます。この、向かって左側上に雪の博士として有名な、中谷宇吉郎博士、この先生が述べられたといいますか、書かれた、言葉がございます。文章がございます。ちょっと読み上げてみます。原子の増する勢力エネルギーはほとんど全部原子核の中にあって、最近の物理学は原子核崩壊の研究にその主流が向いている。原子核内の勢力が兵器に利用される日が来ない方が人類のためには望ましいのであるが、もしある一国でそれが実現されたら、それこそ弓と鉄砲どころの騒ぎではなくなるであろう。中谷宇吉郎、弓と鉄砲、1937年11月より。ということで、物理学者である中谷先生が、1937年、まだまだ戦前前のことでございますが、核物理学についてすごく心配をされていた。私も、原子力を、学んできました。核物理を学んでまいりました。原子力と核兵器はコインの裏表でございます。
まさに平和利用であれば表、核兵器を作るとなれば、これは故意の裏でございます。こういった意味で、この核のエネルギーという問題、すごく大きな問題でありとともに、人類の究極の、まあ、考えなければならないことかと思います。そこで核共有、ニュークリアシェアリングでございますが、この定義について、先般、松野官房長官が、衆議院の内閣委員会、ちょっと読み上げますが、核共有については定かに定まっているものではないと承知していると、すなわち明確な定義はないと発言をされています。一方で、核共有、ニュークリアシェアリング、これまで欧州、NATO で、核兵器を共同管理することによる集団的安全保障上の、まあ軍事的な抑止力政策であるというふうに位置づけられているということとなっています。そこで、質問させていただきます。NATO でこの進められております、ニュークリアシェアリングは、ニュークリアウェポン、核兵器に関わる抑止力の共有を示しているものでありますけれども、原子力の平和利用、すなわち原子力発電所、ニュークリア、まあ、パワープラントとか、原子力施設、ニュークリアファシリティとか、こういったものの設備、並びにそういった活動、これも共有の範囲に入るのか、含まれるのか、概念として入ってしまうのか、この点につきまして、外務省からご見解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。外務省、徳田大臣官房審議官。お答え申し上げます。NATO で行われておりますニュークリアシェアリングは、これはアメリカの管理下にある核兵器を非核兵器国である一部の NATO 加盟国の領土内に配備し、同盟の核抑止ミッションとそれに関連する政治的責任および意思決定を共有する仕組みでございまして、核兵器そのものの共有ではないとされていると承知してございます。NATO 加盟国でない我が国が確たることを申し上げる立場にはございませんけれども、その上で申し上げれば、原子力発電所等の民生用原子力施設については NATO が集団防衛を目的とする軍事的機構であることに鑑みれば、 NATO のニュークリアシェアリングの対象には含まれていないと考えられます。はい、以上。園本誠貴君。明快なご回答ありがとうございました。私は自身、核兵器廃絶と核廃絶という言葉がよく使われます。しかしながら、政府の文書の中には核兵器廃絶というのが大体一般的でありまして、一回だけ私、核兵器廃絶でなくて核廃絶というのを外務省の文書で一回見たことがございます。それ以外はほとんどありません。見ておりません。やはりここはしっかりとですね、核というもの、原子核というものの中には原子力の平和利用というものと核兵器という二面性があると、故意の裏表であるということを認識いただきまして、外務省もしまた政府の方に来ましては、しっかりご対応いただきたいと思います。そして次にですね、実際に、発電所にミサイルが撃ち込まれた場合どうなるか、撃ち込まれる前にどうするかは後ほど聞きたいと思いますが、撃ち込まれた場合どうするかということで、またお配りの資料の2枚目の左側の下に、少し激しい F4 ファントム戦闘機が、コンクリートの大きなブロックにぶつかる、写真でございます。これは1988年、アメリカのサンディアナショナルラボラトリーズで、行われた、実験でございますけれども、米国ではこのようにですね、原子力発電所に戦闘機やミサイル等がぶつかった場合、どのように原子炉の盾や、格納容器、さらには原子炉の圧力容器、中の構造物、耐えきれるかどうかということを研究されております。我が国もですね、やはりテロが、国際的に頻発しておりますので、テロ対策ということをすっかり今考えていただいていると思いますけれども、我が国でも当然、原子力発電所の設備面、まあ人的な面でもテロ対策が講じてられていると聞いておりますが、原子力規制委員会として、安全審査において、どのような要求を行い、どのような安全性確保を取られていらっしゃるのか、ご確認をしたいと思いますので、お願いいたします。原子力規制庁、市村原子力規制部長。
お答えいたします。新規制基準におきましては、万一意図的な航空機衝突といったようなテロリズムが発生して、それによってプラントが大規模に損傷したというような状況につきましても、消火活動を実施する、あるいはその放射性物質の拡散を抑制するための可搬型の設備を中心とした対策を要求しております。でこれは審査におきましては、その手順、体制、資機材が揃っているかどうかというような視点から確認をしてございます。でこれらの要求によって、テロリズムなどの対策に必要な機能を満たすということを確認をした上で、その信頼性をさらに向上させるための対策として、特定重大事故等対処設備というものをさらに求めております。これは緊急時制御室、あるいは注水ポンプ、電源設備などで構成される公設の設備ということで要求しているものでございます。はい、以上。空本誠貴君。はい、しっかりと総点対策を講じていただけるような安全審査をお願いいたします。最後に、じゃあ来る前にどう防御するか、我が国のミサイル防衛でございますが、3枚目の資料、これは、右側でございますが、これは防衛省さんの方からご提供いただいた資料でございますが、松野官房長官が3月4日の、会見におきまして、国内にある原子力発電所にミサイル攻撃があった場合、イージス艦に搭載されている SM-3 や PAC-3 などで、多重的に迎撃する計画であるとの見解を示されております。多重的、例えばミサイルが短時間に複数連続的に、複数箇所、例えば仙台原発、また玄海、さらには福井、柏崎、泊、こういった日本海側を連続的に多段階的にまた複数同時撃ち込まれた場合、技術的に迎撃できるのかどうか、大変国民も心配でございます。防衛省の方から見解をお願いいたします。防衛省上田審議官。防衛省からお答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、原発立地地域も含めまして、我が国領域に対します弾道ミサイル攻撃に対しましては、委員からご配布いただきました資料にありますような、我が国のミサイル防衛体制をもって迎撃することといたしております。すなわち、海上自衛隊のイージス艦におきまして、弾道ミサイルのミッドコース、上層での迎撃、さらに航空自衛隊の PAC-3 ミサイルによります仮想ターミナル段階での迎撃、こういった多重的、多層的な防衛により対応することといたしておりますが、その上で先生がご指摘の状況、複数の原子力発電所が多重に攻撃されたような場合ということでございました。個別具体的な状況、脅威に対しましては、まさにどのに対応するかは手の内になりますので、細かくは申し上げられませんが、まさにそういったさまざまな攻撃方法を考えております。で、を想定しております。でさらに弾道ミサイル自体もですね、能力が向上している中で、我々もですね、迎撃体制の向上、例えば能力向上いたしましたミサイルを導入しましたり、イージス艦を増やしましたり、こうしたような迎撃体制を日々普段の努力で迎撃体制を高めているところでございます。はい、以上。空本誠貴君。はい、私自身は原子力発電所を開発して、またしかしながら被爆地広島の、また家族にも被爆者がございます。非核三原則をもとに、しかしながら、今の核の在り方といいます原子力の在り方を含めてしっかりと議論をしていくということは大事かなというふうに考えております。そういった意味で、今電力が大変厳しくなると、 LNG 等これから安定に供給されるのであろうか、そういった意味で、原子力の再稼働ということについてのしっかりとした議論も必要となると思います。そういった意味で、防衛省もでございますが、規制庁もまた政府一丸となって、この原子力の再稼働、ならびこういった北朝鮮問題を含めて、しっかりと議論、審議をおきましても議論をしっかり進めてまいります。よろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。次に